皆さんこんにちは、レミです。今日なんですけども、タイトルにある通りシンさんで購入した前髪ウィッグを紹介する動画を撮っていきたいと思います。それがこちらになるんですけども、イメチェンとか気分転換を兼ねて今回こちらのね、前髪ウィッグを使ってみたらどうだろうっていうことでこちらを購入してみました。でね、実は今持っているこれだけじゃなくって、こんな感じにね、もう一個購入したんですよ。なんで2つ買ったかというと、形はね、こう見た感じわかると思うんですけど一緒なんだけど、何が違うかというと色、見てわかるかな、こっちがやや茶色みがかった黒で、こっちがほぼ真っ黒っていう感じの前髪ウィッグになります。色が合う方をね、試しにつけていきたいなと思います。で、これ見てわかる通り、こっち絶対合わないよね、もう浮いてるよね、前髪だけで。こっち結構見てわかる通り結構馴染んでるかなと思うので、今回はこっちのアイテムをつけていきたいなと思います。素材がめちゃくちゃいいんですよ。私より髪質がいいこの髪っていうぐらいすごいしっとりしていて、キシキシ感が全然ありません。付け方なんだけど、サイトにある通りここがね、パッチン止めみたいな感じになっていて、自分が好きなところに多分これつけてパチって感じになると思うんだけど、この時点でなんかすでになんか似合わない感が、これは果たして、はい、ってことでね、つけてみたいと思います。これ位置はね、どこがいいんだろう、ここら辺かな、こんな感じでパチッとやって自分のつけたいところに、こんな感じか。私のこの髪の色と輪郭と形とはいろいろあるんだけど、思った以上に似合わないんだが、毛質的には結構ね、地毛となじみますね。やっぱ重要なのは色だと思うんだけど、でここつけてるところがね、意外とちゃんと浮いてないっていうか、ここが意外と自然な気がする。何が良くないってあれか、地毛がね、なんかこう流れてきて安定しちゃう、安定しないのがちょっと敗因な気がするので、この地毛をアメピンでこの真ん中の方に流れてこないようにちょっと止めて、そんでもう一回つけてみよう。いかがでしょうか。あ、なんかさっきよりマシな気がする。似合うかどうかは置いといて、どうかな。こうやってパッと見た感じ、地毛と境目がわからないから、串で溶かすときだけ丁寧に溶かさないと地毛と一緒にグワーってなっちゃいそうだから、そこの時はちょっと注意が必要なんだけど、意外といいんじゃないかい。似合うかどうか置いといて、クオリティはすごいいいなと思います。このここら辺の毛をちょっと持ってきてアメピンを隠して、イメチェンもそうだけど、自分が前髪を切る前に前髪が似合うかどうかを確かめるのにもいいツールなんじゃないかと思います。で、気になるのがこの強度とアイロンを使った時にチリチリしちゃったりしないのかっていうのが気になるので、ちょっと実験をしてみよう。ドライヤーで風を当ててみたいと思います。結構パッチン止めでカチッって止まってるから、風とかこう頭を振っただけだと外れたりする心配は全然ないです。個人的に気になるのは、こう風でボーッバーって上がった時に下のアメピンが見えるのが気になるかな。外れるっていうのが一番怖いから、それはないので安心しました。じゃあちょっとアイロン使ってみようかな、ということでアイロンをちょっと使ってみたいと思います。あ、なんかちょっとどうだろう、逆に変な癖がついちゃった気がする。あんま熱熱いの良くなさそうだな。アイロンに通すと多少なんかね、ちょっとなんかうねうねってしちゃうっていうのがあるのと、ちょっと匂いがするから若干溶けちゃうかもしれない。アイロンするとしたら普通の人間の髪をやるより温度低めの方がいいですね。
うん、温度低めにしたら大丈夫そうだ。はい、ってことで今日はシンさんの前髪ウィッグを試してみたんですけど、いかがだったでしょうか。シンさんってさ、いろいろ面白いアイテムがあるから、もしかして気になってる人もいたかなと思うので、そういった方のね、参考になったら嬉しいなと思います。やっぱり私ね、前髪似合わないのを再確認しました。だから、ね、あんま実生活ではしないかもしれないんだけど、まあ、例えば動画撮ったりとか自撮りとかするときにイメチェンを兼ねて使うことはあるかもしれないです。取れたりしないっていうところと、意外と髪の毛と馴染むので、似合う子にはね、すごい便利なアイテムなんじゃないかと思います。個人的にはすごいおすすめアイテムです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が面白かったなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっとこれを機にオンマユとかしたらどうなんだろう。似合うかな、事故かな。普通に事故だわ。金太郎かな、これは。